この電車は掛川行きです。ワンマン運転のため、後ろ乗り、前降りです。降りの際は、切符、整理券、運賃を前の運賃箱にお入れの上、前のドアからお降りください。整理券は乗務員にお見せください。なお、車内は禁煙です。携帯電話の通話はご遠慮願います。次は、あずも前です。Thank you.
柴田です。
お客様にご案内します。車内での不審物の持ち込みは禁止されています。また、不審物を発見しましたら、手を触れずに乗務員までお知らせください。野原湖を望む小高い丘を小田の峰と言います。2月中旬頃より黄色い細い花びらをつける満作の花で知られています。三ヶ日自慢のみかんの花は5月に咲き、秋にはみかん狩りもお楽しみいただけます。3日目は夕方4時まで駅の係員がおります。3日目は駅生さんとなりますので、列車を降りまして駅の係員に乗車券類お渡しください。降り口左側に変わります。次は3日目です。
様にご案内します。この列車はワンマン運転のため後ろ乗り前降りです。降りの際は必須整理券運賃を前の運賃箱にお入れの上前のドアからお降りください。整理券は乗務員にお見せください。また整理券は丸めたり折り曲げたりしないようお願いします。両替されるお客様は前の両替機をご利用ください。昔外国から来た像を時の将軍に見せるため姫街道を旅したそうです。峠の厳しさに像も泣いたという象泣き坂があります。この話にちなみ鈴木駅には象の形をしたお手洗いがあります。このほか沿線にはみかんやうなぎ、牛の形をしたお手洗いもあります。
Thank you.
昭和13年建設の西木賀の駅舎並びに待合所は国の登録有形文化財です。Thank you.
比嘉です。比嘉町高架橋は昭和13年に作られ、今では国の道路有形文化財となっています。右側に変わります。
まもなく金沢市です。金沢市ではまた列車お待ちを追加します。発車は14時13分です。しばらくお待ちください。まもなく金沢市です。